澄み渡る青空に暖かな日差し、春の訪れを告げる吹きの塔のつぼみも開きました。春本番の陽気に覆われた今日の道内、女満別空港で 18.3 度、津別町で 17.3 度などと各地で今年最高の気温を観測。5月中旬から下旬並みの暖かさとなりました。16.8 度まで上がった北見市では、陽気に誘われ公園で食事をとる人の姿も見られました。子どもたちを連れて散歩に行きました。暑いんです。すごく今もう日差しが暑いぐらいで汗かいて今脱いでたんです。住宅街ではわずかに残っている雪を日差しに当て溶かす人も。今日最高だわ。溶ける、雪も溶けるし。お昼過ぎの札幌大通公園です。暖かい日差しが降り注いでいて、あちらの気温計を見てみると14度を指しています。札幌でも午後3時時点で 14.2 度まで上がり、今年一番の暖かさに。昨日朝に20センチあった積雪は8センチまで減り、春本番はすぐそこです。今日は暖かくていいですね。やっとちょっと外にも遊びに行けるかな。車用品店では冬タイヤから夏タイヤへの交換作業がピークを迎えています。今週の予約はほぼ埋まっているということです。お客様はやっぱり天気がいいとか気温で左右されますので、タイヤのお見積もりも多くなってきておりますね。道内は明日も南寄りの暖かい空気に覆われ気温が上がる見込みです。